恐れ多きことながらお尋ねいたします。あなた様は駿河大納言様であられましょうや。黄河御法蓮始皇つかまつれ。ゲインの声が聞こえた。お前が何故甲賀御法蓮と伊賀御家臣を。バカ！私八郎とならどうなってもいい。伊賀のメス猫ども、相変わらずクソ真面目に入れ込んじゃってさ、少し遊んであげようかな。あんただって知らないくせに。女のことなんて。お主どこまで知っている？響と八郎の術が、その血が必要なんだ。でも八郎のためなら。罰が当たったんだよ。いつまでも伊賀だも甲賀だも。要は何としても二人を掛け合わせる、そういうことだろ。どこにいても八郎のことを感じられる。だから寂しくはない。もはや徳川ごときのために、我ら忍びの命を砥石にかけるはごめん被る。生きて返す道理などないわ。殺せ殺せ殺せ。